で14頭ゲートイン完了スタートしましたほぼ揃いました14頭先行争いは中9番アスクナイスショーが出ます9番アスクナイスショーが先頭に立ちました追って10番コスモブッドレアさらには8番ハヤの福フ助にス2 3番手14番ダノンデサイド上がっていって13番ドレイクパセージ大歓声の中ゴールの前を通過します1番西シフィアンス そして15番ジュンゴールドはこの後位グループのやや後ろ外目を追走しています14頭が1コーナーをカーブ主導権は9番アスクナイスショーリードは1馬身で2コーナーに差し掛かります10番コスモブッドレアが2番手2バシン差の3番手が8番早手の福之助1番西野フィアンス4番手で 2コーナーから向こう上面先行グループばらけました5番手14番ダノンデサイルここは先頭まで78馬身その後ろから15番純ゴールド追走を抑えてインコースは2番のバードウォッチャー。 向正面、中ほどに差し掛かります中段は13番、ドレイク・パセージ11番、マイネル・フランツが追走です 1000m、1分0秒7と先頭を計測されてこれから3コーナーに向かっていきます中段、インコースから追い上げる4番、エコロマーツ外、6番、アーバンシック中段、やや後ろ、外目先頭までは10馬身の圏内11番、マイネル・フランツ少し下がって800を切りましたあとは12番、グローリー・アテイン3番、レイデラルース最後方、7番のロード・ベスパーです 3コーナーに入って先頭、以前9番アスクナイスショー600を切って34コーナー中間へ2番手が10番コスモ・ブッドレアジョッキー手が動いて8番、早手の福之助が3番手インコースは1番の西のフィアンス・ムチが入って外からは14番ダノンデ・サイルが追い上げて残り400を切りました。番手内を 追走する2番のバードウォッチャーです直線コースに入りましたその後ろが15番のジュンゴールド直線コースの攻防今度は8番の颯の福之助が先頭に変わるコスモブッドレア200を着て坂を上る西のフィアンス外は14番ダノンデサイルが追って坂を上ってくる内盛り返す10番コスモブッドレア8番の颯の福之助に追い込む14番のダノンデサイルダノンデサイルが一気に差し切って先頭に代わってゴールイン連れて6番のアーバンシックも最後に足を使って2番手まで上がってきました そのあとが10番コスモ・ブッドレア8番、颯の福之助差し切ったのは14番ダノン・デ・サイル横山典弘騎手です